アニメ化。ガンダムシリーズの中でも特に名高いこの男。赤い彗星、チャーズナブル。宿敵アムロレイに敗れはしたが、乗りこなした者の数は彼を圧倒する。シリーズ最大級の規模であった。これは復讐から粛清という道へ進んだシャアが関わった。非常に多くの乗り物たちの記録である。シャアの乗ったもの75戦プラスアルファ28戦。史実上でシャアが最初にモビルスーツに乗ったのは、彼が所属するジオン公国軍と地球連邦軍の戦いである。一年戦争の初期に展開された通称一週間戦争で、その時は対角装備を備えたザク 2C 型に乗っていたらしい。その後展開されたルーム戦役では、シャアはザク 2S 型に乗り換え、戦艦における勢いを利用して通常の3倍の速度で移動し、5隻も連邦の戦艦を沈めるという類稀な発想と実力を発揮したことで、赤い彗星と呼ばれることになったのである。そしてアニメの序盤である9月となり、シャアはドズルザビから譲り受けた、無砕級宇宙系巡洋艦であるファルメルを運用し、空の居住空間の集合体の一つであるサイドセブンに侵入。そこで宿命の相手、アムロレイが狩るガンダムと初めて交戦することになり、実力は余裕で上回っていたものの、化け物級の耐久力と、一撃でモビルスーツを葬ってくる火力という、圧倒的な性能差にかなわず撤退戦になるなど、彼にとっては初の黒星とも言えるものであった。その後地上ではモビルスーツ以外にも乗り、ファルメルから分離した大気圏突入用のコムサイに乗って、アムロのコアファイターを追い詰めているほか、戦闘機のルックンでも短期でホワイトベースに迫り、不時着させるほどのダメージを与えていたりと、モビルスーツ以外でも高い戦闘能力を発揮している。その後は父を暗殺したザビ系の復讐のために、少し前に暴殺していたガルマザビを死なせた責任から、左遷されてしばらく出番がなくなるのだが、11月末になると、潜水艦のマッドアングラーとその部隊を率いており、南米付近で目撃された、ホワイトベースの存在を確認するために、シーランスと呼ばれる水上戦闘艇も軽々と操縦している。続いてジャブローには、新型の水陸両用機であるズゴックで2回潜入しているのだが、腕を上げたアムロと連邦からの激しい抵抗もあって、陥落させることができずに撤退している。こうして地上では大きな戦果を上げることはできず、空に向かうホワイトベースを、新たに運用することになった。ザンジバル級機動巡洋艦で追いかけることになったシャアであるが、こちらではホワイトベースに追いつき苦しめる活躍を見せているほか、彼はその後テキサスコロニーに入港した時に、馬車まで運転していたりする。アムロもかなりいろんなものを乗りこなしていたが、シャアも負けじと何でも操縦できるのではないかと思えるほどの、底なしの運転スキルの持ち主であった。もっとも、一年戦争終盤ではシャアが進む道は険しいものとなり、ジオン初のビームライフル搭載機であるゲルググに乗り、アムロのガンダムと3度交戦するも、ことごとく歯が立たず、最後には自分をかばったララースンが犠牲になってしまったのであった。その後の最終決戦では、ジオンの名を冠するニュータイプ専用機であるジオングを借り、連邦艦隊に大きなダメージを与えた上に、アムロのガンダムもボロボロにするまで追い詰めれた一方で、あと一歩が届かず相打ちで終わっている。ちなみに遺説である小説版機動戦士ガンダムでは、シャアの最後の蒸気はジオングではなく、ビームバズーカを持つリックドムになっている。また、もう一つの遺説の一年戦争が語られる、機動戦士ガンダム、ジ・オリジンでも、かなりの蒸気が追加されており、シャアは幼少期の時点で、連邦のガンタンク初期型を奪って乗り込んでいるほか、ブルドーザーのブレード部分を装備した、モビルワーカーで土木作業まで行っており、その後は専用ザクワンをはじめ、OVA 版限定だがその改良機であるザクワン S 型、両肩部内側にバルカン砲が追加された、オリジン版ザク 2S 型や、デザインが大きく異なるオリジン版ズゴック。スラスター構成の違いや途中からバックパックの追加が確認できる、オリジン版ゲルググを運用している。
さらに系列作品である映画、ククルス・ドアンの島でも、アムロの回想の中だけだが高機動型ザク2を扱っているなど、より多くの期待を操る男になっている。他にも絵本版機動戦士ガンダムではシャア専用グフに乗り、岡崎雄志の漫画版ではアッカイに乗っていたりする。シャアの一年戦争での上記はこのくらいであるが、宇宙世紀王シミュレーションアプリ、UC エンゲージでは、彼は戦後すぐにサイド3の、ジオン共和国内を占拠していた連邦部隊を相手に、通常のザク1に乗って無双とも言える戦いを見せていたらしい。その後に関しては経緯は諸説あるが、ジオン残党の多くが身を寄せる移動要塞であるアクシズへ向かっており、一年戦争以降のシャアの物語が描かれた漫画、CDA、若き彗星の肖像では、シャア専用機として作られた大型モビルアーマーである、ゼロジアールに乗って模擬戦を行っている。他にもシャアのゲルググのバックパックや右腕を改良した、シャア専用ゲルググ回や、ゲルググ外宇宙仕様をはじめ、やっぱり足は飾りではなかったと、とある整備士が認めたパーフェクトジオングに乗っており、他にもパイロットを失ったまま保管されていた、黒い三連星専用高機動型ザク2に乗っている。しかし、アクシズでの生活は長くは続かず、彼は地球圏で反地球連邦組織エユーゴを支える柱として、宇宙移民を排除するために手段を選ばない連邦の特殊部隊である、テターンズに戦いを挑んでいくのである。グリプス戦役。機動戦士ゼータガンダムの舞台である、宇宙世紀 0087 のグリプス戦役にて、クワトロバジーナという偽名を使って活動していたシャア。彼は最初はアクシズから持ち出した、ガンダリウムガンマの技術を反映した機体である、リックディアスを運用しており、テターンズが開発した新型機である、ガンダムマーク2の奪取作戦で活躍している。もっとも、そこから少ししてリックディアスが、奪われた上に破壊されてしまったこともあって、直後から少しの間だが塗り替えたてのガンダムマーク2 3号機に乗り込むなど、初のガンダムの登場を果たしており、その後は月のアンマンにて百式に乗り換え、グリプス戦役の最後でボロボロになるまで戦い抜いている。ちなみに小説版では、クワトロはかつて連邦のジムに乗ったことがあると語られているほか、新たな解釈でグリプス戦役が描かれる漫画、機動戦士ゼータガンダムディファインでは、百式に至るまでの機体として設定された、赤いゼロ式をはじめ、その改良機で地上の空を飛行できる力を持つ、ゼロ式2型に登場しており、アニメとは異なる活躍を見せている。また、先ほどの UC エンゲージでは、アフリカのキリマンジャロ基地の攻略戦にて、クワトロがアムロのリックディアスと協力して、ビジェに乗り込むという遺説が語られており、ゲーツキャパが狩るバイアランや、ロザミア・バダムが狩るサイコガンダムと交戦している。第一次ネオジオン構想以降、機動戦士ガンダムダブルゼータでは、アニメや小説も含めて出番そのものがなくなるシャア。そこから完全に失踪という状態であった彼が、再び姿を現したのは、新たなジオン残党組織である新生ネオジオンを設立し、連邦とアムロとの来るべき戦いのために必要な、新型モビルスーツの開発を進めていた時であった。その当時の暴れん坊総帥と化したシャアが、宇宙世紀 0090 に登場している漫画、機動戦士ガンダム、モビルスーツバリエーション R、ジョニー・ライデンの機関では、実験中のサイコフレームを組み込んだ機体である、シャア専用ディジェをはじめ、それをさらに改良してファンネルによる攻撃を可能にした、ディジェ・トラバーシアを借り、戦場で赤い彗星無双と言わんばかりの、圧倒的な強さを披露した。続いて宇宙世紀 0092 が舞台となる漫画、機動戦士ムーンガンダムでは、試作仕様の総帥専用機である、MSN-04X に、サザビーが登場している。シャアの反乱。機動戦士ガンダム逆襲のシャアの舞台である、宇宙世紀 0092 の年末に、ついに地球に住む人類への粛清を開始するシャア。彼は実験で積み上げてきた数々の技術に加え、
ニュータイプの力を増幅する構造材であるサイコフレームを導入した。この時代最強の機体であるサザビーを手にしており、このままなら機動戦士ガンダム序盤の、アムロとシャアの立場が逆になるような、理想的なポジションであった。しかし、シャアはアムロとの対等な決着をつけたいがために、よりによってアムロのニューガンダムの開発部署に、サイコフレームの技術を横流ししてしまったのである。結果としてシャアは敗北し、その直後に地球へ落ちていくアクシズを押し返すアムロのニューガンダムと、人々の願いが引き起こしたアクシズショックにより、行方不明になってしまったのであった。ちなみに逆襲のシャアの劇中では、シャアは馬を乗りこなしており、一年戦争時に馬車を扱っていた腕は衰えていなかったようである。その他、二つの出版社で発売された原作小説では、それぞれ別のデザインのサザビーが登場しているほか、サザビーのプロトタイプが設定されているのだが、劇中ではデザインが同じであった一方で、別の媒体では泉淵豊氏によるサザビーの初期デザインが、同じ機体として新たな設定とともに掲載されている。さらに逆襲のシャアの遺説である小説及び漫画、機動戦士ガンダム逆襲のシャア、ベルトーチカチルドレンでは、サザビーのポジションとなる機体として、ナイチンゲールが誕生している。そしてシャア専用機は、他にも多くの遺説で生まれているのである。遺説のシャア専用機。まずは機動戦士ガンダムの没案が掲載された、富野メモで登場する4機のシャア登場機。1体目はゲルググで一度戦った後に乗り換えるはずであった機体で、後の媒体でジオングに似た武装も設定されることになるキケロが、続いてキシリアザビと共にアッザム宇宙仕様に登場しており、そこからもガルバルディや、ガラバと呼ばれる謎のモビルスーツにも乗り込むなど、かなり頻繁に機体を変える予定だったようである。続いて漫画媒体では、ジュピターインオペレーションテターン、UC-0083 にて、ビームライフルを扱える上に、木星の環境に適応したギャン EX に乗っており、機動戦士ゼータガンダム、空を越えるものでは、ビッグディアスカイに乗っては、戦闘の際に機体が損傷したため、頭部だけで大気圏突入を果たしている。続いて、サイドストーリーオブガンダムゼータでは、百式カイやガンダムマーク3も乗りこなしており、機動戦士バーサス伝説巨神、逆襲のギガンティスでは、様々な機体のパーツを組み込んだと思われるスザクを借り、ガンダム世界に降臨したいで、伝説の巨神との戦いに身を投じている。さらに様々なガンダム作品が共演する、機動戦士ガンダムイグザバーサスでは、まさかのシナンジュに乗り込んでいる。次に小説系は、ゲームブック、最後の赤い彗星にて、高機動型ザク R2 型や、先ほどのビームバズーカ仕様とはタイプが異なるリックドムに乗っており、SD クラブに掲載された小説、モビルスーツコレクションノベルズアクト5、宿敵の幻影では、プロトタイプリックディアスのシミュレーションに参加している。また、ゲームブック、機動戦士ガンダム、シャアの機関では、百式回に加えて、ザク3回にも乗っている。他にゲーム媒体限定の上記も多く、機動戦士ガンダム、ギレンの野望シリーズでは、シャア専用ギャンや、キャスバル専用ガンダム、SD ガンダム、G ジェネレーションシリーズでは、ノイエジールの発展機であるノイエジール2、スーパーロボット対戦30では、予想外すぎるフルアーマー百式回。機動戦士ガンダム、ガンダム VS ゼータガンダムでは、意外すぎるキュベレインマーク2が登場している。さらにサンライズ英雄譚には、シャア専用ガンダムマーク2、シャア専用百式、そしてシャア専用ゼータガンダムといった、あえて赤いシャア専用になったものが登場しているのだが、続編である、サンライズ英雄譚2では、金色のクワトロ専用ゼータガンダムまで設定されており、スーパーロボット対戦 F 完結編では、意外となかったシャア専用のザク2回まで登場している。さらに福岡ララポートのニューガンダム立像の誕生に合わせて、従来のファンネルとは違う、大型のダブルホーンファンネルを装備した、MSN-04FF
サザビーが設定されており、こちらは現地の映像で、シャーと共に戦う新たなシーンが描かれるなど、アムロ相手には最後まで勝つことができなかったシャーであるが、彼が扱った乗り物の数はアムロに圧勝と言える、シリーズ最大級のものだったのであった。その他ネタ枠では3作品でシャー専用機が登場しており、トニー竹崎のガンダム漫画では、成り行きでシャーの上機になってしまった。シャー専用ザクレロをはじめ、連邦を欺くために作られるも、敵味方から狙われることになってしまった。シャー専用ボールが開発されている。続いて機動戦士ガンダムさんでも、シャーが設計に関わったもので、まつげのついた盾の物合いに触手のようなパーツ、シャー専用疑惑な角と無駄にセクシーな脚部が付けられた、ゾゴジュアッジュが作られている。さらに SD ガンダムフルカラー劇場では、ザク、ズゴック、ゲルググ、ジオングが一つになった。シャー専用ザズゴグ軍具が誕生しており、この機体は後にキャスバル専用ガンダムまで加えた。シャー専用ザズゴグ軍具ムになっている。番外編プラスアルファ28戦。アムロと同様にシャーのために作られたが、彼が乗る機会がなかったものもいくつか設定されている。まずはクワトロのために作られたはずが、彼が百式に乗ったために開発が先延ばしになったシュツルムディアス。続いて現在は見れなくなってしまった公式ウェブ小説、アナハイムラボラトリーログにて、クワトロのために設計されたが、結局作られなかったガンダムマーク3、8号機が登場している。かつてガンダムフロント東京にあった、体験型施設ドーム G で開催された、コンペティションオブニューガンダム、レッドオアホワイトでも、アナハイムのプレゼンのみで実現しなかった、デルタガンダム2号機が登場しており、ウェブ小説及びアニメ、機動戦士ガンダムトワイライトアクシズでは、アクシズでシャアのために、赤いザク3回が開発されていたことが明らかになっており、こちらは新たな目的のために使われている。他にも新生ネオジオンでは、サザビーに至るまでの総帥候補機としていくつか設定されており、ギラ動画サイコミュ試験タイプや、サザビーに似た外見を持つ実験機であるバルギルに加え、後にクエスパラヤに譲られることになった赤いヤクト動画、作例限定のものではあるが、ヤクト動画やサザビーに至るまでのサイコミュ機として、レーテ動画という機体もいたりする。また、アムロと違って多くはないが、シャアの戦闘データが後の機体に活かされた例もあり、漫画、機動戦士ガンダム F90 では、シャアの戦い方を再現した疑似人格コンピューターである、タイプ CA3 を組み込んだガンダム F92 号機が作られていたものの、火星独立ジオン軍に奪われては改良され、アムロのデータが反映された1号機と、時を超えた宿命の戦いを展開している。こちらは昨今の設定では、漫画、アドバンス・オブ・ゼータ・リブート、ガンダム・インレ、クロウサギの見た夢にて、タイプ CA3 のプロトタイプと思われる、バニス、CA タイプを急遽組み込んだ作業機である、バケットホイールエクスカベーター型サイコガンダムマーク2が、巨体に似合わぬ動きを見せている。続いて現在では黒歴史と化した宇宙世紀作品、ガイアギアでも、シャアの遺伝子が生かされた例であるが、彼のクローンとして生まれたアフランシ・シャアが乗る、ガイアギアアルパが生み出されている。その他、ガンプラバトルアニメ、ガンダムビルドファイターズ、バトローグでは、シャアの人格を再現した AI が操縦する、バリスティックザクが登場している。ちなみにシャア専用はコラボ力も半端ではなく、一例だけでも、シャア専用オーリス&シャア専用オーリス2、シャア専用マクドナルド、物品ならマッサージチェア、携帯、メガネ、万年筆、手帳、座布団、ティーカップや G ショック、語呂合わせなコラボ食品であるオイルシャーディン。キャラコラボは SD ガンダムクロスシルエット、ハローキティ、シャア専用ザク2や、シャアっぽい格好をしたキティが乗る超合金シャア専用ザク2。エントリーグレード名探偵コナンシャア専用カラーに加えて、極めつけは中の人ネタを限界まで振り切った。ハイグレードシャア専用ザク赤い周一カラーといった、コラボガンプラまで登場している。
今回の解説はこれで終了になります。ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では、次回の解説でまたお会いしましょう。